筋肉。はい、どうもヒムロックです。ありがとうございます。さて本日はですね、グランドリニューアルという激アツ情報をもとに来ました。大阪市内のとあるお店でございます。まあ、いつもはねディスクアップでもう芋みたいな引きでなんとか 103% 付近をうろちょろしているこの私ですが、今日はねもうガチンコで勝ちに徹していきたいと思います。まあいつもそうやねんけどね、今日はですね、まあ、スロットでもいいんですが、やはりもう営業時間も限られてますし、まあ、大勝ちを狙うにはやはりパチンコの、まあ、原産かなと。相性そんな良くないですけどね。まあ爆勝ちできるように頑張りたいと思います。はい、まあ、そんなわけでまずは抽選をかいくぐってやっていきたいと思います。ヨメロックはね海物語売ってもらうんで、まあ、ヨメロックのカットインもたまに入れながらの実践でやっていきたいと思います。それでは抽選頑張ります。おっす。93番ということで、全部で40台ぐらいあるんかな、原産は。予定通り原産狙いでいきます。押す。
Yeah.
さんのヒント、ヒント。正解。
私に帰ってきて、私もう何もいらない。
くやったな、デノジ。よっしゃー、超限チャレンジ、オイラに任せろい。敵を全員倒せば超限ラッシュレイ。
無事に帰ってきて、私もう何もいらない。
よく出てますね、うん、ちょっとね下村ゾーンに入ってるんでこの辺で店内を徘徊したいと思います。いいわー、あー出てますね、頑張ってますねほんまに。この時期にねスロットはメインどころのジャグラーが頑張ってる感じですね。あーすごいね。いやーやっぱり10年目のブランドリニューアルということでやっぱお店はすごくこの時期に関わらず頑張ってますね。はい、上からで申し訳ない言い方なんですけどすごい頑張ってはると思います。
少し休んでやがれ。私らに任せな。実戦終了、お疲れ様でした。いやすごかったですね。あれこそまさに、まあ、源の字のポテンシャルを引き出せることができたかなと今日は思います。思い返せば今までこうずっと下振れになってたのはね、今日この日のために、源蔵を今まで売ってきたんだなと、はい、そんな気持ちで感動しています。まあ、お店的にもね、非常にこのコロナの状況の中ですね、すごく頑張ってる方だと思います。スロットも全体的に強かったですし、でパチンコもメインところですね、本当にお店の方は真っ赤っかじゃないかなっていうぐらい、出玉の方もねすごく頑張っているお店やなと思いました。まあ10年目の大リニューアルっていうことですから、やっぱり10年間の思いをお客さんに分かってほしいと、そう言わせるほどのねエネルギーを感じることができました。はい、まあまあとは言いましてもね、最終的には、まあ、私のこの天性のスターの元に生まれているという宿命を背負った男ですから、まあ当然ちゃね当然なんですけどね。はい、まあまあ朝飯前ですよ、この程度。朝飯前、嘘です、ごめんなさい。本当はすごく嬉しくて、明日もこんな風に出てほしいって、毎日こんなに出てほしいって、そんな甘い考え持ってる40歳人生積んでる。そんなのだから何一つ成功しない。ごめんなさい、謙虚でいたい。お疲れ様でした。